徳島都市圏とは、徳島県の徳島市を中心とする都市圏のことである。徳島県の北東部に位置し、高松都市圏と隣接する。また、姫路、神戸、大阪及び和歌山都市圏と瀬戸内海を挟んで対峙している。徳島における都市雇用圏の人口は68万467人となっている。順位については、 下の通りである。また、域内総生産は、約2兆4916億円である。徳島都市圏の特徴として、以下のようなものがある。徳島市の人口が、四国の他の県庁所在地よりも少なく、また面積が狭い。そして、四国の県庁所在地の中で唯一、平成の大合併を行っていない。徳島市に隣接している松手芸町、北島城、 藍住町及び石井町など、郊外の人口が増加傾向にある一方、徳島市や鳴門市などの各都市のそれは減少傾向にある。モータリゼーションが浸透しており、都市圏内を貫く、国道11号、国道55号、国道192号沿いの市町の住民を中心に、自家用自動車を用いての通勤が盛んである。また、それに伴う交通渋滞の発生が顕著である。 徳島都市圏の人口68万467人に対し徳島県の人口は78万5491人であり同都市圏に県の人口の86.6%が集中している徳島市が中心市となり小松島市及び勝浦郡、明東郡、明財郡、板野郡の全町村と定住自立圏協定を締結している 2010年国勢調査の基準では、徳島市を中心都市とした6市10町1村で、都市雇用圏を構成し、2015年の人口は65万9744人である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。通勤率が最も高い自治体は、北島町の32.84%であり、以下は通勤率上位5つの自治体である。 ありがとうございます。